皆様こんばんは。 MSTV ニュースの時間です。まずは日本自動車連盟 JAF からです。日本自動車連盟 JAF は3月14日木曜日に JAF のホームページハッピーバイクページ内の人気コンテンツバイクの音を楽しむ名車図鑑の第6弾を公開いたしました。コンテンツの一つである名車図鑑は、国内外の懐かしいバイクや現行マシーン、合計22台の紹介と、そのエンジン音や排気音を臨場感ある高音質、ハイレゾで視聴することができます。続いて、富士スピードウェイからです。富士スピードウェイ内に、ハイアットのホテルブランド、アンバウンドコレクション by ハイアットが2022年度に誕生。トヨタグループの不動産会社である東和不動産株式会社は、日本を代表する国際サーキットの一つである富士スピードウェイ内の敷地内にホテルを建設し、同ホテルの運営をハイアットホテルズコーポレーション系列会社が行うことになりました。また同ホテルにはモータースポーツミュージアムも併設。ホテルの中でヒストリックカーや富士スピードウェイの歴史を伝えるコレクションなどを鑑賞できるよう演出。客室は45平米以上のゆったりとしたルーム&スイートが約120室あり、分割可能な500平米の宴会会場や20平米の会議室も備え、研修旅行や展示会、イベントなどの獲得も視野に入れています。それでは、今晩はこの辺で。MSTV ニュースでした。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。2022年度。はい。詰まりましたね。2022年度。2年度。もう普通。はい、ニュースとしてですね、はい、JAF がバイクの音をハイレゾで出す。ハイレゾってなんだ、はい、ハイレゾ。臨場感のある高音質。ハイレゾ。音域が広い。っていうこと。あの CD とかってある音域をカットされてるとか、うんうんうん、ちょっとデジタル化されて、まあ、あんまり細かくない音質をさらに細かい音で、うーん、オートバイの排気音を聞きたい、うん、聞きたい聞きたい聞きたい、ありがとうございます。そんなこと言うのはね、そんなこと言うのはかなり昔の人じゃないかなと。あの多分この JAF のね、これをやった人は多分昔 FM レコパルとか FM ファンを読んでた。いちいちバイクの音をね、ハイレゾで。あれでもね、俺はね、昔ね、バイクの音を LP 版で持ってたよ。車も持ってました。LP 版でオートバイのね、ケッチの音とか、確かね、ホーク2とかもあったような気が、フォアとかね。未だにそれをやる。車種がドリーム4フォアでしょ ?RG500 ガンマ。SR500 CBR25RR もあるんだ。あとは CBR25RR の昔の直四とか、これはね、俺も聞いては見たいんだけど、そのためになんとうちはですね、いいですか、ハイレゾーでオートバイの音を聞くためにMSTV は JBL サウンドを手に入れました。モデル4312というですね、この辺のモデルをですね、取り入れるのはですね、結構昔の人しかいない。 うちシステムはいいんだけどね、誰がそれを聞こうとしてるのかって。まあこのねJAF の人はね、濃いな。これはねぜひね、楽しみにしてみたいですね。またいろんなバイクが加わるんじゃないかなと思うんですけど、何聞きたい、何聞きたい。ロータリー鈴木の。そうだよね、ロータリーね。でもつい最近あれだよね、ノートンロータリーの音を出しちゃったからね、うちね。
うちも負けないよ。さあもう一つのニュース、富士スピードウェイについにサーキットホテル、やったやったっていうかねサーキットホテルはツインリンクモテギ、そして鈴鹿サーキットホテル、もう散々お世話になってますけどね、やっぱりサーキットの敷地内にホテルがあるかないかっていうのはねだいぶ利便性、あるけど、でもサーキットホテルってイベントがあるときはいいけど、そうでないときはどうすんのって感じじゃない。確かに。そうすると鈴鹿サーキットもツインリンクモテギも施設内に遊園地があったりして、あそれを元になんだけ ど, なるほど富士スピードウェイって何すんのかなっていうね何すんのかと思ったらね、これあ温水室内プールフィットネススパ、それってでもホテルの室内ホテルのあれだからね、なんかそこに何かがなきゃいけないんだよね。何が他にできるかな、遊園地できる、モーターミュージアムモーターミュージアム前あそこでも御殿場に遊園地あったんでね、今あのなんだっけあのディスカウントショップじゃなくてなんだっけあのアウトレット、アウトレットになっちゃった、はい、あそこね昔遊園地だったの。え、あそうなんですか。あそこすごいでかい観覧車があってでっかいプールっていうか流れるプールじゃねえ、あの滑り台とかのプールがあって楽しかったのに、ああ潰れちゃったと思ったら、なんだよこんなもん、ね、たらアウトレットみたいな、アウトレットアウトレットアウトレットじゃなって思うんだけどね、アウトレットに行くのにこのホテルに泊まる ないかなでもね、まあ、サーキットホテルが出る切るってことはね、やっぱり富士スピードウェイはこれからもっともっと、まあ、活動をね広げていって、モータースポーツに貢献していく、まあ、これはやっぱりトヨタがねやり始めたっていうところにありますけどね、ちょっと私としてね、あのサーキットホテル残念だったのは、くるぎ山荘スゴーのね、あそこも随分お世話になったんですけどね、あそこの温泉には、温泉だけ入って、あとはあのハイエースに寝るっていうあの敷地内のところのハイエースで寝てるってよかったんですけど、まあね、なくなってしまうこともあれば、こうやってねまた新たにサーキットホテルができて、今度はハイアット、結構豪勢になるんじゃない、お高いですよ、お高いのは勘弁してくれよ、エントリーした人は8000円で止めてくれ、ハイアット無理かな、ちょっとどうですかね、エントリー費の中に入れてよそれっていうね細かい話をしちゃうとあれだけどね、そんなですね、富士スピードウェイがですね新たに、頑張って、サーキットホテル建設着手2022年、でも3年後ぐらいにはできちゃうのか、いや全然利用するよ、全然泊まっちゃうよ俺、一番高い部屋泊まっちゃうよ無理かなそんな形で、今日のですね、ニュースは2つね、二輪の排気音サウンドを JAF 出しているということと、富士スピードウェイにサーキットホテルができますというニュースを読み解きました。以上、また皆さんお会いいたしましょう、さよなら、バイバイ。60秒 CM です。さあこちら袖柄フォレストレースウェイからですね、バルッと4時間耐久レース形式走行会のお知らせ、第16戦6月22日土曜日と6月23日日曜日、4人ですね、2輪と4輪の耐久レースのね袖ヶ浦でやっているんでね、これウィズミーが開催しております、ぜひですね多くのエントリーお待ちしておりますが、まだ早割期間なってるかな、4月末なってる、超早割です今、超早割、あれもうそろそろ4月、あでも6月に入ってくるともう普通エントリーだからね、なるべく早めにですねエントリーしていただければ、ちょっと割引料金になっていると思います。2輪が6月22日、4輪が6月23日、ぜひ多くのエントリーをお待ちしております。そしてもう一つ、はい、バトルレイヤーズのお知らせ、カスタムマシンの自慢大会、これもう2輪なんですけどね、こちらをですね今、5月6日、5月11日、6月22日に開催し、 MSTV でその模様を収録していきます。ぜひカスタム自慢をしたい人はですね、筑波サーキット袖ヶ浦にお集まりいただいて、自慢話をしていただければ、もしかしたらその中から年間チャンピオンを海外旅行にプレゼント、海外旅行に連れていくっていうのをやっております、ちなみに5月11日のテイストオブつくばにおいてはバトルレイヤーズミレニアムということで、2000年以降のマシン、こちらをですね実際に走らせるイベントにして
ております。まあ、こんなマシンたちが出られるっていうことで、この辺のカスタム自慢したい人はですね、5月11日の鉄道部つくばに集まっていただければ、みんなで一緒に走って自慢して、さらに海外旅行をゲットしようという、そんな企画を MSTB 主導でやっておりますんでね。豪勢だな、そんな予算あんのかな、うん、でも去年行きましたからね、はい、楽しみに。ぜひサラさんもね、はい、一緒に行けるといいですね。そうですね。俺女子アナは誰が決めてんだろうね、行く行かないっていうのはね去年なんか強引に来たような気がしたんだけどね去年はなんかね、私も行くとか言って、でもお客さんたちも、別途お客さんたちも俺も行くとか言って、その人たち結構みんな自腹だったんですよ、チャンピオンはうちが招待、でなぜかうちの社員もみんな行ったんだよね本当にうちの社員全員行くことになっちゃって、なんてそんな豪勢じゃないのよ、いろいろ大変なんですけどね。でもまた今年もやっていきたいと思いますんでね、ぜひ楽しみにしててください、はい。袖ヶ浦、フォレストレースウェイとつくばサーキットで行っているバトルレイヤーズのお知らせをさせていただきました。